私がこの 3D プリンターを半年ぐらい使った感想と、正直あんまりおすすめできない理由っていう話をしてみたいと思います。こんにちは、アマネデザインです。今回はですね、こちらにありますエルグの光造形プリンターですね、サターンを購入して使い始めてから、もうじき6ヶ月になるということで、その感想を改めてお話ししてみようかなと思います。まずこの光造形 3D プリンター、もしくはもっと大きい意味で 3D プリンターですね、これがどういう人におすすめかっていうこと、またどういう人にあんまおすすめじゃないかっていうことから、まずお話ししていこうかなというふうに思います。まずどういう人におすすめかっていうことなんですけど、ズバリですね、ものづくりが好きな人ですね、もしくはデザイナーとかクリエイター系におすすめの道具です。もうそれ以上でも以下でもないです。中田敦彦さんの動画で、未来の 3D プリンターっていうのは、例えば何かデータをダウンロードしてきたら、この 3D プリンターにかけると、もうそこで自分の購入した商品が出来上がってしまうと、なんかもう今にそういうシステムが完成されるとかね、なんかそういうことを言われてたり、プラスチックだったら iPhone ケースがダウンロードしたらもうそのままここから出来上がってくるとかね、いうなんかそういう未来の 3D プリンターのあり方で、いらなくなったら捨ててしまえば、もうまたそのままそれが素材に戻ってね、なんかまた別のものに変わっていくみたいな、なんかそういう未来の 3D プリンターのシステムっていうのは、あり得るかもしれないんですけど、今のところまだないですよね。まだあくまでも自分の作りたいものを印刷する道具でしかないという立ち位置から考えても、やはり今のところものづくりが好きな人とか、デザイナー、それもプロダクトデザイナー系かな、そういう人に向けた道具なんじゃないかなというふうに思います。ですので、例えばなんとなく興味があるっていう人は、なかなかやっぱりまだハードルがあるかなと思いますね。実際のところ、印刷するものを CAD っていうもので3次元的に設計しなければなりませんので、 CAD ができない人もやっぱり 3D プリンターは使えないということになってしまいますし、ある程度そういう 3D の設計を扱うっていうスキルがないと、そもそも 3D プリンターには手を出せないというのが今の現状なのかなというふうに思っています。続いて、私がこの 3D プリンターを半年くらい使った感想と、正直あんまりおすすめできない理由っていう話をしてみたいと思います。一つ目がですね、片付けが面倒っていうことなんですけど、もうね、そのまんまなんですね。ちょっと今これまだ印刷中なんで、実際にデモンストレーションができないんですけど、あそこにある赤いキャップをこう外した後に、印刷物がくっついてるプラットフォームっていうのと、その下にあるタンクの中に液体のレジンが入ってる部分があって、それを全部いちいち掃除しなければなりません。モデルがひっついてる上のタンクの部分はスクレーパーというものでガンガンとですね、削って樹脂を全部取り払った後にまたツルツルにしないと次回の印刷に使えませんし、下の部分の液体が溜まったタンクに関しても同様で、もともとは液体しか溜まってなかった状態なんですが、印刷が終わると硬化不良を起こしてしまった固まった印刷物みたいなものがそこにくっついていたりします。そういうのを剥がさないとまた次回の印刷に使えませんので、そういうのを剥がしたりしなければいけないんですが、結局ですね、そのためにタンクに溜まった液体をまた元々のボトルに戻したりしなきゃいけないという作業もあります。これを印刷のたびに毎回やらなきゃいけないんですよ。これがめんどくさい。普通に考えても30分はかかると。1回印刷したら漏れなくその後に30分のアフターケアをやんなきゃいけないっていうんで、結構めんどくさいっていうのがあります。例えばですね、立て続けに A というモデルを作って、 B というモデルを作って、 C というモデルを作るっても決めて、立て続けに印刷できれば、3つ印刷した後に初めてじゃあ3回目に1回片付け作業をやるとかっていうこともできればいいんですけど、最初にお話ししたように、1回の印刷の後に何かがうまくいかなかったりすると、なんかそういうこうちゃんと片付けないと次の印刷ができないっていう状態になる可能性が結構あるんで、しかも1回の印刷に何時間とかかかりますから、失敗するぐらいならちゃんと全部片付けてまっさらにしてからまた次に行きたいって、結局そういう気持ちになっちゃいますので、やっぱり毎回片付けっていうのは避けられないっていう意味では、これは結構めんどくさいなというふうに思いますね。はい。で、2つ目、あんまりおすすめできない理由なんですけど、道具がレジンでベタベタになる
ということです。光造形の 3D プリンターで使うものは基本的にこういうボトルに入った液体を使うんで、この液体に触れた道具の一通りが全てベタベタになります。で、このベタベタを除去するのが結構大変で、一番簡単だと言われているのはアルコール系の除菌スプレーとかを吹きかけて拭くとある程度は取れるんですけど、なかなか完璧には取れないんですね。そもそもアルコールを大量に使わなければいけないというだけでお金もかかるし、それだけでもなんかちょっと気持ちがネガティブになるんですけど、完璧には落ちないんですね。より効果的に何を使うかというと、アセトンという液体を使います。これは私の場合なんですけど、ネイルリムーバーっていう除光液にアセトンを主成分に使っているものを使ってるんですけれども、これがまあすごいアルコールよりずっとベタベタを簡単に落とすことはできるんですけど、すごい匂いがあるんですね。部屋がものすごく臭くなってしまう。普段はこういうですね、防塵防毒マスクを使用しているので、これを着用してアセトンを使っている以上、匂いを別に感じることはないんですけど、例えばこの仕事部屋の隣にリビングがあってっていう 1LDK に住んでるんですけど、隣にの部屋にいる妻が急に咳き込み始めて、窓を無言でガラガラガラって開けたりしているのをですね、見ると、本当に申し訳ない気持ちになっちゃって、なんか自分何やってんだろうなみたいな、そこまでして何したいんだろうみたいな、うんざりしちゃったりします。でもアセトン使わないとベタベタになった道具をきれいにできないっていう問題があって、そういう道具の扱いが結構めんどくさいなっていうのもまた一つのハードルになっているという感じです。はい、3つ目なんですけど、印刷にね時間がかかるんです。これもやっぱりなかなかハードルがあって、今は花瓶を印刷してまして、高さにして約20センチで、直径が確か6センチぐらいだったかなと思うんですけど、それを印刷するのにね、今ね28時間ぐらいかけてます。あと 2,3 時間で終わるんですけど、とにかく高さのあるものとかすごい時間かかりますね。28時間って結構長い方だと思うんですけど、で反対に薄いものなんかは結構1時間ぐらいで終わることもできます。だけどそれぐらいのスケール感で、あと印刷設定をより高詳細なものにしたりすると、普通に数時間単位で印刷にかかる時間が跳ね上がってきちゃうんで、機械の印刷にどう考えても普通の立体物だったら5時間以上ないし12時間はかかるんで、最近は結構夜寝る前に印刷を開始して午前中に出来上がるっていうスケジュールにすることが結構多いんですが、なんかそこら辺も全然気楽さっていうものがないんですよね。で、印刷に時間がかかるということで、できればこのプリンターを2台3台は所有して同時進行でやりたいぐらいですね。やりたいなと思うぐらいです。じゃないとやっぱり1回やって終わるのに時間がかかるっていうのが結構これも面倒くささの一つにつながってるかなという気がしますね。だったらなんかもう複数持ってて、もうまとめて終わらせてまとめて片付けるとかいう風にした方がまだ時間も節約できるし、なんか制作的にもはかどるんじゃないかなという気がしています。